俳優で歌手の川崎麻世さんがタレントの海ヤさんとの離婚が成立したことを報告しました川崎さんは19日ブログで先日判決に基づき離婚届を提出しようやく新しい一歩を踏み出すスタートラインに立つことができました長きにわたり私事で皆様をお騒がせしてしまい誠に申し訳ございません還暦を迎えこれから新たに始まる人生をより丁寧に 正直に感謝の気持ちを忘れず生きていきたいと思っておりますと発表しました川崎さんとカイヤさんは1990年に結婚その後、夫婦間のさまざまなトラブルが報道され2018年には離婚をめぐる裁判に発展していました